はい、どうも、やそうです。さて、本日はですね、こちら、デブストリーム165回目の内容についてご紹介していきます。今回の目次がこちらとなっておりまして、ルアーズスパイ。あ、それ違う。単なる月の潜入だ。ルアーズプレイの、内容ですね。を主にご紹介されていたんですけれども、まあ、日本語訳にすると、月の捕食者、月の餌、月の獲物みたいな感じの意味合いでしょうかね。で、そうなんですよ。今回ね、このアップデートで、新フレームの人狼をテーマにしたものが追加される予定となっておりまして、さらにね、こちらの画像の右側の方に、ネクロメカが映ってるわけじゃないですか。こちら、ちゃんとね、関わっていきます。この人狼フレームはね、TennoCon 2022の時に、コンセプトアートを公開されて、名前の方がボルナというフレームになっております。シグネチャーウェポンのこれはスナイパーライフルかな。さらに近接武器もついてきて、さらにボイドシェルシリーズのスキンもありまして、さらにヘルメットもあります。そしてエヘメラも追加と。さらに僕の大好きなレベリアン。よくわからない空間にこもってね、ストーリーを読みふけるという、なんともね、動画映えしないんですよね、あれね。困ったもんだね。このエヘメラさ、なんかTennoConの時に紹介されたコンセプトアートでなんかヒラヒラしてたじゃないですか。あれなんじゃないかなってちょっと思ってるんだよね。前回のデブストリームの方動画化してないんですけれども、なんかカラーをいろいろといじってるところの画像とかもあったので、多分あれ、なんかヒラヒラしたやつがエヘメラになるのかなと思います。ちなみにまだアビリティの方は公開されてないんですけれども、この人狼フレームの特徴としてはですね、4体それぞれ違う狼を切り替えながら戦っていくよっていうのがコンセプトみたいなんですけれども、何のフレームに近いかなって言われたら、クローマの属性の部分かな。いや、そういうわけでもないんだよね。コーラのベナリーみたいな感じでもないじゃないんだよね。というのも、なんか効果を付与するっていうよりも、パッシブを切り替えるみたいな感じのイメージだね。多分1から4番のアビリティの中で狼を切り替えるっていうものがあると思うんだけれども、この画像を見る限りね、なんかそれぞれ違った感じの2種類ぐらいつけてるんだよね。狼を肩と腰で。もしかしたらこのつける順番によってまた効果が変わるのかもしれないね。ちょっとそこのね、アビリティの公開を早いことね、してほしいですね。かなり気になります。ついに来ちゃいましたね。こちら、ザクのデラックススキンということで実装されます。いや、これね、コンセプトアート見た時からもう早いこと来てほしいなと思ってたデラックススキンの一つなんだけど、何年前だったかな ?1 年前とかそんぐらいだった気がする。ね、もうとりあえずね、もう本当にね、いい、これは。付属のロータススキンもついてくるというところで、ちょっとそこはネタバレになっちゃうけど、勘弁して。4つもプロトコルシリーズのスキン追加されるんだね。セカンダリー武器のスキンなんですけれども、こちらが追加されます。まあ見た目としては普通の銃なんですけれども、設定的にはオロキン時代よりも前のものというところで、プロトエクスカリバーというねスキンがあるんですけど、デラックススキンなんですけれども、そちらのものが追加されると、ダークセクターシリーズというところで、ネクロメカもプロトシリーズが追加というところで、こちらの入手方法としてはですね、ナイトウェーブノラミックスボリューム3の報酬で追加されるみたいです。さて、新しいゲームモードが追加されちゃいます。ルアーズプレイということで、やはりね、ルアーが関係してくるよと。いうところで、新しい耐久モードといえば分かりやすいんですがね、ルアーでなんとネクロメカが使えるようになっちゃいます。ただしですね、定期的に、現れるなんか白黒のポイント内でネクロメカを召喚して外に出て戦ってくださいよみたいな感じのシステムなんですけれども、通常の耐久とは違っって酸素の減り方が2倍で進んでいくみたいですね。なのでガンガン酸素が減ってしまいますよと。もうこの間にもうなんか結構減っちゃってるでしょ。でゲームの難易度的には結構難しい設定されてるっぽくて、まあ、敵のレベルが80というところで結構高めですよね。もちろんねもう一段階なんか難しくなるみたいなので結構ゲーム進めてないとなかなか難しいコンテンツなのかなと思います。はい、もちろんね参加条件としてはニューウォーをクリアしてるっていうのは前提みたいですね。でさらに今回紹介はされてなかったんですが、どうやら5分ごとにね特別な敵が出てくるみたいで、そいつを倒すと何やら新しいものがもらえるよみたいな感じの説明が入っておりました。多分この敵っていうのが今回の題名のルアの獲物、捕食者、餌みたいな位置づけなんでしょうね。どうやらね怪しい映像がここからね続くわけなんですけれども、まあ、見ていただけたらね分かりやすいかなと思います。はい、自爆ダメージが返ってきます。おいおい、さっくりと説明しちゃったな、おい。結構荒れそうな話題なんだけどね。そういうことなんですよ。昔はね、自爆ダメージっていうのはしっかりとあって、で、そこからね、アップデートを重ねていくごとに自爆ダメージっていうものがなくなって、その代わりにノックバック、まあ今の仕様ですね。はい、が入ってたわけなんですけれども、またね、自爆ダメージをしっかりと受けるようになってしまうというところで、まあ、基本的にね、変更点がね、3つありますよというところで、まず PSF どうなるんだというところですよね。この自爆ダメージ受けるようになるっていうことはですね、まあ、ノックバックはなくなるんですよ。自分の攻撃にノックバックされていたのはなくなって、ただし PSF の効果はねちゃんと保証されていて、敵からの攻撃はしっかりと防いでくれるよっていうのが PSF になります。でさらに自爆ダメージの部分なんですけれども、決して死ぬことはございません。昔の仕様だったら自爆ダメージを受けたらもうそのままぽっくりと言ってたんですけれども、死ぬことは絶対にないというシステムになるみたい。まださらに1個自爆ダメージの計算のところなんですけれども 75% カットはされます。はい、さらにマルチショットとかクラスターとか追加で発生するようなものがそこは計算に含まれないみたいです。あ、ごめん、見返してたらさ、違ってたわ。さっき 75% ダメージ受けちゃうよみたいな、軽減されちゃうよみたいな感じで説明してたんだけど、ごめん、間違ってたわ。どっちかっていうとヘルスとシールドの 75% まで削られちゃうよっていう感じだね。ちょっとニュアンスが違うね。でね、この事象の部分なんだけど、多分これ最終形態がこれなんだよね。まあ、これどういうことかっていうと、なんかね、ルアの、さっきのね、新しい敵が出てくるよって、そいつからなんかもらえるみたいなんでね。それで自傷ダメージを抑える部分みたいなものが強化されていくみたいな感じなのかな。グレンデルのおじきとマグの姉御とフロストのボイドシェルシリーズが追加というところで、まあ、そこはねいつも通りの、まあ、ボイドシェルシリーズなんですけれども、動画の方でね説明がなかった部分なんですが、グレンデルとヤレリーのリワークが入ります。まあ、ヤレリーはプチリワークみたいな感じだね。グレンデルは結構がっつりリワークなのかな。で、ヤレリーがね、結構いけるんじゃないかなっていうような調整が入ってて、まず単純に1番がね、ダメージの脆弱性2倍というところで、まあこれはもう全然とりあえず展開しとけば強いよねっていう感じなんですけれども、4番がこれ結構使い方が変わるなっていう形で、再発動方式になって、再発動すると爆発させますよというものになります。ネジャーの4番のアビリティみたいな感じになるのかなといった形で、これ結構ねいいね。やっぱヤレリーの4番って普通に使う分にしても遅いんだよね。そのせいでナチュタレ大体つけるんだけど、ナチュタレつけちゃうとね逆に速くなりすぎて敵がうまくね集まってくんないんだよね。集めてこそなんぼのアビリティなのにうまく集まんなくて、全然火力出せませんっっていう形だったので、ここはね、再発動方式になって嬉しいところだね。結構ポテンシャル高いんだよね、4番のアビリティって。まず基本的に威力が高いんだよ。基本値が2500、いや3000、まあそんぐらいだったと思うんだけど、さらに敵を1体集めるごとに 50% のダメージボーナスが入るっていうところで、これ結構ね、火力出せるんじゃないかな、今後。まあ走行値抜くことになるんだろうけど。いや、単体では厳しいから。たとえ10体集めたとして、500% だから、2500だったら、12500 か。ちょっと厳しいかな。1番の脆弱性をもう付与して、25000っていう感じか。そうだね。ゼファー方式でもあってほしいなって。ゼファー方式っていうのはどういうことかっていうと、発動範囲内の敵を引き寄せるだけではなく、発動後入ってきた敵も引き寄せてくれるような感じのアビリティだったら、全然敵いっぱい集められるのかな。そうしたらどんどん火力が上がっていくことになるので、結構使いやすくなるのかな。まあ、ここもね、またフォーラム次第だね。ということで、アップデートの方はね、まあ、近々来るのかなと。早くて月末ぐらいには来るのかなといった形で、以上、予想でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。